スペイン王、フェリペ2世の命令によって建設された。2011年、ユネスコの世界遺産に登録された。ジーザス要塞の地図モンバサは、現在のケニア東部の都市で、インド洋に面する港町である。東アフリカでは、最古級の港町であり、1331年には、イブンバトゥータが訪問したことでも知られる。 東アフリカの交通の要衝であり、アジアやアラビア、東アフリカ各地から物産が集散した。それゆえに、インド洋の支配を目指したポルトガルは、モンバサの支配を計画した。1500年からの第一次攻撃、1528年からの第二次攻撃、1589年からの第三次攻撃でついに、モンバサはポルトガルの手に落ちた。 1593年より、フェリッペ2世の命令により、イタリア人のジョバンニバティスタカエラティの指導のもと、ジーザス要塞の建設が開始された。要塞の形は、神の完全なる創造物である人間の形を模したものであり、ルネサンスの時代背景がこの要塞に残っている。19世紀半ば、オマーン帝国の最大藩ともっとも、 ポルトガル海上帝国の派遣は17世紀に入ると、イギリス、オランダといった西ヨーロッパ勢及びオマーン帝国の挑戦を受けることとなり、1678年にはポルトガルの北東アフリカにおける唯一の拠点となってしまった。1698年12月には33ヶ月にわたるジーザス要塞包囲戦の末、ついにポルトガルがジーザス要塞の放棄を決定し、 オマーンが支配することとなった。その後、ポルトガルが1728年に一度のみ、ジーザス要塞を奪還することに成功したが、ポルトガルの奪還は18ヶ月で終わり、再度オマーンが保有することとなった。オマーンの支配は、イギリスの植民地下が完成する1885年まで続いた。イギリス統治下のジーザス要塞の用途は牢獄であり、 1958年の国立公園化まで継続した。2011年、ユネスコの世界遺産に登録されるにあたり、他の類似案件との比較検討が実施された。比較対象となったのは、ガーナのエルミナ城、ガンビアのクンタ・キンテ島、モザンビークのサン・セバスティアオン要塞、タンザニアのキル・ワキシワに、インドのレッド・フォート及びアグ・アダ要塞である。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。